One day in, one day out, on top, then you're down, the highs and the lows keep swirling. いよいよ年末ですね。どうも、趣味家の妻と夫です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルでは、植物にハマった私たち夫婦が育てている植物や園芸店巡りの様子などを紹介しています。はい、今僕らが植物にハマってから2年目、あっという間にこんなに植物が増えてしまいました。ということで、今日は棚卸しと自分たちの戒めを込めてこの植物たちを一挙に紹介しようと思います。ざっと計算したところ、約109種類、株数にしたら約300。めちゃくちゃ多いね。ねえ、すごい増えたね、うん、で、長い動画になると思うんですが、概要欄に目次を置いておくので、ぜひ活用していただけたらなと思います。はい、いろんな意味で趣味家の2022年集大成動画になると思うので、ぜひこの年末年始のどこかで見てもらえたら嬉しいです。それではどうぞ。はい、ということで、まずは観葉植物から紹介していこうと思います。このチャンネルね、多肉植物とかを中心に紹介してるんですけど、我が家かなり観葉植物の数もね、うん、あるので、そこから順番にビザルプランツに移っていこうと思います。で、まず最初こちらパキラですね。植物にハマる一番きっかけになった植物がやっぱりこの子で、引っ越してきた時に、なんかちょっとこう物寂しいなっていう空間に、このパキラをね、園芸店で買ってきておいて、でそこでなんかちょっと感動しちゃったのが、うん、今日に至るまでの全ての始まりなので、かなり思い入れがある子ですね。で、1回だけちょっと剪定をしてみたんですが、うまく枝分かれをさせてあげられなかったので、来年はもう一度ね、剪定をして枝を増やすっていうところにチャレンジしていきたいなと思っています。続いてはモンステラです。やっぱり植物にハマってくると、インテリアプランツって言われる植物でも日の光が必要なんだなっていうことが分かってきて、部屋の暗いところでも育っていける植物っていうのを調べた時に出てきて購入したのがこの子です。よくね、初心者向けのインテリアプランツとして紹介されることも多いモンステラなんですが、ちょっとね、1年でめちゃくちゃ大きくなっちゃって、本当に場所をかなり取るので、購入をするときはスペースをね、あらかじめ確保しておいた方がいいかもしれないですね。でも見た目のインパクトがすごくあるので、これ一つあればかなり雰囲気が変わります。おすすめです。はい、アメリカネムの木です。外管理をしていて、中に入れたらこう葉っぱがバラバラっと落ちちゃって、今すごい寂しい感じになっちゃってます。ただね、この葉っぱが丸く生い茂ってるととっても可愛らしいです。で、また幹がこう白く灌木系の開墾みたいなコルクっぽくなるのが特徴で、でこの白さとかもすごい可愛らしいよね、うん、でたくさん葉っぱを落としちゃったんだけど、結構こう芽吹きが出てきてるので、まあ心配ないかなと思ってます。カラテアのオリビフォリアです。これ実は僕は夜な夜な水をやるの渡るさんのね、動画によく出てくる植物で、それを見て欲しいなと思ったところから購入した植物です。で、インテリアプランツとしてもすごいね、人気な種類だから、よく園芸店とかで見かけることも多いと思うんですけど、すごいね、個人的にはこのプルンとした質感が気に入っています。可愛いよね。うん、ネフロレピスツデーです。これね、結構育てるの難しいね。難しいね、うん、我が家かなり乾燥するんですけど、結構水が必要。多分うちの中で一番霧吹きとかを入念にやってる子かな。この群生してる感じすごく可愛らしいですよね。これがどんどん伸びて、大人の葉っぱはこんな感じ。これがね、もっとワシワシに育ってくれるといいね。ね、エクスコエカリアです。で、見た目ちょっとカラテアに似てる感じで、葉っぱにこう斑みたいな模様が入るのが面白い種類の植物ですね。で、これ意外と安くて2、300円ぐらいで購入をしたと思うんですが、葉っぱの裏がこうやって全面赤なので、すごくインテリアプランツとしても映えるので、始めたての方にもかなりおすすめできる植物だなと思います。ヘデラ、ユキホタルです。結構珍しい品種で、パテント品種なんですけど、この
丸みっていうのかながヘデラの中でもダントツで丸い品種ですね。すごく可愛らしいです。でこっちが外管理してたのとこっちが室内管理、こっちの方がやっぱり色は綺麗でこっちは紅葉してますね。これもまた綺麗なのかな。で冬の方が斑がはっきり出てコロンと丸く葉っぱがなるそうです。ラゴディアハスタータです。ちっちゃい葉っぱがたくさんついてる銀葉種で今はちょっと紅葉してます。外管理してるのでこの紅葉が赤くなるのもすごく可愛らしいですよね。ペペロミオイデスです。ペペロミオイデス、これはパンケーキプランツって言われてるこう葉っぱが丸いのが特徴な子ですね。でこれ根元見ると分かるんだけどすごい子株を含んですよね。で子株分けたやつからも子株が出てきてます。はい、続いてポトスです。でポトスライムなんですけど今こんなに伸びてます。めっちゃ長くなりました。でポトスのステータスをちょっとやらかししてしまって大元の方がこれでちょっと枯らしかけてしまって真ん中から葉っぱがなくなっていってたのでリセットしてます。もう新芽が出始めているのでこのままわさわさっとなったらいいなと思ってます。で切った先端はこんな感じ。ポトスの中でも結構ゴージャスで葉っぱが横に広がるハート型っていうのが特徴の子です。はい、ではここからハーブを紹介していこうと思います。まず最初はこちらのローズマリーですね。ローズマリーは排性っていうこう下に流れていくようなタイプのものと木立ち性のものがあると思うんですがこちらは木立ち性、上にまっすぐ伸びていくタイプのローズマリーです。で最初この家に引っ越してきた時にベランダを改造する計画をしていてその時にベランダを彩る緑が欲しいなっていうところと、まあ、虫除けを兼ねてこの子を購入しました。で最近だともう料理にもね使ったりしていてかなり我が家でも活躍してくれてるんですがこうね仕事の合間とかにこう香りを嗅ぐだけでもねかなり癒される、すごい、ね、いい香りがする植物です。ローズゼラニウムです。まあ、ゼラニウムっていう植物、お花が有名な植物もあると思うんですがこのローズゼラニウムっていうのは葉っぱをこう擦るとすごくいい匂いがするハーブですね。今外で管理をしていたのでちょっとこの辺り紅葉してきていたりするんですがかなりイングリッシュガーデンな雰囲気が出てボリュームもねすごく出るんですよね。ベランダとかでちょっと緑を楽しみたいなっていう人にもおすすめできる植物なんじゃないかなと思います。一応これ蚊をよけるっていう効果もあるらしくて我が家だとこのローズゼラニウムからエキスを取って蚊よけスプレー、自家製のものを作ったりして夏は過ごしています。はい、続いて、イングリッシュラベンダーです。でこの2株は花の色がこっちがピンクでこっちが紫っていう違いがあります。でイングリッシュラベンダーってこう夏に弱いっていうので、夏になったら室内にしまって植物用 LED で育てていました。でようやく涼しくなったので今はもう完全に外で管理しています。こんな感じでこっち紫なんですけど咲いた花を乾燥させてディスプレイしたりこれをほぐしてポプリにしたりとかして楽しんでいます。ピンクはこんな感じになります。結構渋くて綺麗ですよね。で紫はこんな感じ、結構青みが強くて綺麗です。匂いもすごくいい。はい、ラムズイヤーです。このふさふさの葉っぱこれねすごく気持ちいいんですよ。ふかふかで何度も触りに外に出てしまいます。最初ヒョロヒョロの1本だったのがこんなにたくさんになっています。我が家ペット禁止なんでこういうのをちょっと触ってね動物を飼ってる気分に浸っています。はい、ジャーマンカモミールです。これは秋に種をまいて育てている子たちです。 YouTube を始めたての時にねちょっと動画を出したジャーマンカモミール春巻きの方がどうなってるかっていうとこんな感じ。結構これ一株なんですけど結構大きくなっててで花は残念ながら咲きませんでした。基本的に夏に枯れるものって聞いてたんですけどまだちょっと元気なのでこのまま冬越しをさせてみて初夏ぐらいにまた
花をつけてくれるといいなって感じですね。ハーブティーとして楽しみたいなと思ってます。レモンユーカリです。ベランダで栽培をしているんですけど、これもまたこう虫の嫌うレモンの香りなので、虫よけとしてどうかなと思って探して購入したものです。でまたこれすごくいい香りで、結構ことあるごとに揉んで匂い嗅いでます。うん、いい香りで、レモンユーカリってこう根元がこんな感じで開墾みたいになるんですよね。現地で火山の近くに生息してるらしくって、ここが最悪燃えても下から生えてこれるようになんだそうです。すごいこう植物としても魅力のあるレモンユーカリでした。はい、ミニバラウィンターマジックです。これも単独で1本動画を出しているんですが、ブルー系のミニバラになります。これは完全室内栽培をしているので、まだ落葉はしてない状態ですね。残念ながら今花が咲いてないんですけど、もし載せることができれば開花している様子っていうのをここの辺に出しておきます。エレモフィラニベアです。やっぱ時期的にちょっとお花は咲いてないんですけど、これ白が強い銀葉種なんですよね。これは葉っぱだけでも楽しめる子だと思ってます。これもね、また花を咲かせてくれるように頑張って育てたいと思います。ローダン星マムって言います。これも白い綺麗なお花が咲くんですよね。春に寄せ植えでもらったいただいたものを、時期が終わったものを外しつつ単体にして育ててみているんですが、これまた春になったら咲くのかなと思って育ててみています。もうお分かりかもしれないんですが、銀葉種がすごい好きでこれも銀葉種の細かい葉っぱが素敵なので、今の時期でもねまだ全然楽しめるんじゃないかなと思ってます。デンドロビウムのグリーンアイです。我が家にある着生蘭で唯一ですね、今のところ。で昨年買った時に花が3輪ぐらいついていて、でその後もねいっぱい咲いてくれるかなと思っていたら、そのまま終わってしまったので、今年はねもっとたくさんの花がたわわに咲いてくれたらいいなと思っています。あいにくちょっとねまだ花は咲いてないんですが、こんな感じで今ちっちゃいつぼみがたくさんねついているので、今年は去年より咲いてくれるんじゃないかなと思って楽しみにしています。続いて果樹の紹介をしていきたいと思います。でまずトップバッターがこちら、マンゴーです。今結構分岐とかもして、そう前よりはちゃんと育てられているんじゃないかなと思ってます。いつか実ができたらいい ね。ワイルドストロベリーです。一応野菜になるのかな。これは多年草で、今ちょうど実をつけてますね。これ結構ちゃんとイチゴの味がして美味しいです。でこれは3月に友人から誕生日プレゼントでもらった植物の種を育てて、ここまで大きくなりました。うん、すごいね。でまた鉢も黒と金のかっこいい鉢を使っているので、こうお庭がねちょっとおしゃれになってます。やっぱイチゴって花が可愛らしいですよね。丸っこくてすごい好きです。続いてはラズベリー。我が家には2種類あります。で今もう落葉の時期で紅葉が進んでるって感じです。そのうちもうすぐ落ちちゃうかも。でこっちがレッドドリームで、こっちがインディアンサマー。できる果実もちょっと違くて、こっちが以前ラズベリータルトを作るっていう動画で紹介させていただいた子で、クマイチゴみたいな実がなります。インディアンサマーはいわゆる普通のラズベリーって感じのスタンダードな子になります。この子はまだ実がなってないんですけど、来年の初夏を楽しみにしたいなと思ってます。はい、続いて我が家今唯一栽培している野菜です。これ実はニンニクなんです。夏にミニトマトをこれで栽培してたんですけど、これ鉢が余ってたので何か冬に栽培したいなと思った時に、こうちょうど良さそうだったのがニンニクなので、これ育ててみてます。でニンニク片を6個植えたら6個出てきたので、こう順調にいけばすごい数になるかなと思って期待してます。チランジアを紹介していこうと思います。この辺りからいよいよちょっとビザールプランツっぽくなってきたね。うん、まずはこちらハリシーです。
これはホームセンターで買ったエアープランツで、正直植物とかビザールプランツにまだそこまでハマってない時に買ったやつですね。で、本当はキセログラフィカに憧れて、それの小株なのかなと思って買ったんですが、後々全く違う種類だということに気づいたっていうエピソードがあるエアプランツです。カプトメデューサイです。このね、根元がこう膨らんでてうねうねって出てくる葉っぱがすごい可愛らしいなと思ってます。ちょっと炎みたいなフォルムなので、こう木が燃えてるような感じにしたくって、流木に着生させてみました。で、カプトメデューサイは夫も育てていて、こっちは自由気ままに置き型で育ててる感じです。またちょっと風合いが違っていいよね。うん。続いてはこちらのエアプランツなんですが、ちょっと名前がねわからないんですよね。っていうのもダイソーさんで購入をしたエアプランツで名前が書いていなかったんですよね。秋冬になって、こう葉先がくるくる回ってきて、すごくね今ゴージャスな感じになってます。本人はちょっと辛いのかな。で、100均のエアプランツでいうとこちらイオナンタです。これはイオナンタって書いてありましたね。で、これはコルク漬けをして育てているんですが、我が家はイオナンタが他にもいくつかあって、例えばこれいただき物なんですが、こう群生してる感じのね、たくさん脇芽が出てるイオナンタとか、こちらつい先日クリスマスでね妻に買ったイオナンタフエゴ、この赤いね葉先に惚れ込んで購入しました。で、花が咲くとここから紫色の花が咲くのかな、うん、ということで結構ね鮮やかさに期待してます。テクトラムです。我が家のチランジアの中で一番白くてモケモケしてる子、ケセランパサラみたいな。これもねすごいちっちゃい段階で購入したんですけど、結構大きくなってくれました。コットンキャンディ、尾崎フラワーパークでゴールデンウィークぐらいに確か買った子ですね。で、ただ買ってきてすぐに花が咲いたんですけど、エアプランツってアガベとかと同じように花が咲くと終わってしまう種類の植物らしいんですよね。ただここ今色が濃いところ小株が出てきているので、来年以降も育てていけそうで一安心。よかった。キセログラフィカです。やっぱ大きいと貫禄あるね。さすが王様だね。以前動画で、キセログラフィカをコルクにつけてみるっていう動画を出したんですけど、その子ですね、やっぱり板付けにするとこう体積が広がってさらに大きくなった感じがしてかっこいいなと思います。新芽も次々と出てきています。まだね残念ながら活着はしてないんですけど、まあ、順調に育っているということで今後も楽しみにしていきたいなと思ってます。続いてはビカクシダを紹介していこうと思います。ホサカっていうビカクシダです。あまり見かけないんですけど、日本で作られたビカクシダの種類、園芸品種なんですかね、らしいです。で、購入をしてから一度もね貯水を出してくれなくって、ちょっと心配をしてはいるんですが、見た目は気に入っています。で、そのトサカの小株をコルク漬けしたのがこちら、モンストっていうのか脇芽っていうのかがすごくねたくさん出やすい子みたいで、かなりこのぐちゃぐちゃっとしたカオスな見た目が気に入っています。はい、ビーチシルバーです。妻の初ビカクで今年の3月誕生日に買ってもらったものです。この白さとかすごいかっこいいよね。今うちの中で多分一番大きく育ってくれていて、こう貯水葉の展開と今放飼葉のターンになっていて、分岐もどんどん増えてきています。で、またこの貯水葉のねクラウンの感じとかもすごい可愛らしくて、今後が楽しみだね。そうだね、うん。で、小株も吹いてくれていて、今胞子葉のターン、双葉みたいで可愛いでしょ。ウィリンキーのスポアリンググループ FRK です。ウィリンキーは下に胞子葉がこう伸びるタイプで、また違った雰囲気があって面白い子ですね。今貯水葉のターンなんですけど、こんな感じで幼いながらもかなり分岐が進んでいて、かっこいい感じに育っています。他の誰とも違うような見た目なので、この子も育っていくのが楽しみだなと思ってます。こちらはヒリーです。先日別の動画でも紹介をした子なんですが、自分で作った着生板に板付けした子です。冬の板付けでちょっと心配してたんですが、
こんな感じで新しい貯水葉も大きくなってきてくれてるので、ちゃんと成長を続けてくれてるみたいです。はい、お待たせしました。いよいよアガベの紹介に入っていこうと思います。で、我が家でもいっぱいいるんですけど、まずはこの辺り、チタノタとかオテロイとかって言われるところを中心にまずご紹介していこうと思います。まずはやっぱりこの子からですかね。ブラックフレームっていう名前で購入をしたんですが、これ剣竜っていう種類かもしれないっていうふうにコメントで教えていただいて、確かにね、調べてみると剣竜ってかなり似てました。やっぱりね、我が家で一番最初に購入したアガベなので、個人的にもちょっと思い入れが強くて、綺麗に育っていってほしいなと思っている子です。姫源流です。未生の株をヤフオクで購入して1年ぐらい育てたものですね。もう購入した時って全然巨子も子供の巨子しか出てなかったんだけど、今年に入ってこの大人らしいいかつい風貌になってきてくれました。ここようやく子株も出してくれました。この子株は妻にあげようと思います。大事に育てますそして姫源流、実はもう一つあって、こちらは東京ボタニカルミーティング2でプランツバイザコアさんから購入をした姫源流です。やっぱりプランツバイザコアさんの株ってこうムチムチな株が多いのでいいですよね。この子も大きくなったらムチムチになってくれるのかな、楽しみですね。はい、 TBM2 といえばこちら、主催者である堀口さんからおまけでいただいたオテロイの実生になります。最初葉っぱがこの2枚だけだったんですけど、今3枚目が見えてるぐらい巨子もすごくいかつくなってきました。これはもう将来がとっても楽しみな子ですね。ホワイトアイスですね。ランチョ系で結構長い葉っぱになるのが特徴みたいで、この色味がねホワイトアイスならではって感じがして好きです。巨子がこうスムースっていうか、他よりもいかつくないんだけど上品な子だなって思って育ててます。アガベチタノタのフィリグリーです。今までに紹介してきたチタノタに比べて割とこう巨子が細かくて数が多いみたいな、割と繊細なイメージがある巨子を持っているチタノタですね。マナズファームさんで購入をしてきた子なんですが、お迎えした当初よりかなりむっちりした気がするんですよね。葉っぱの展開もすごく早くて、我が家にお迎えしてからもう3枚ぐらいかな葉っぱが展開しています。まあ、でもね、こう徒長してる感じもないので今のところよく育ってくれてるんじゃないかなと思います。いや、色味もめちゃくちゃ綺麗ですね。ブラック&ブルーです。他のチタノタとはちょっと雰囲気が違いますよね。ブルー系の中でもすごいボール型になりやすいような感じでかっこいいです。で、お迎えをしてずっと夏外で管理をしていたんですが、ちょっとね 2,3 枚徒長させてしまったので、今室内に取り込んでからはちょっと辛めに管理してみて、ここが室内に入ってからかな、結構取り戻してきた感じがします。で、この子もこんな感じで小株を吹いてくれてるので来年収穫ですね。いよいよこの子を紹介する時が来ましたね。4月の五反田 BB で購入をした白芸です。すごい速さで成長してくれていて、もう一月に1枚以上葉が展開してるんじゃないかなっていうペースですね。今これ入れてる鉢が自分で 3D プリンターで作った鉢で 3.55 ぐらいなんですけど、もう入れた時とね比較にならないぐらいみちみちに成長してくれました。上から見たところもこんな、めちゃくちゃかっこいいわ。個人的には間違いなくこの子がご神木ですね。ハートマークが出てはい、アガベで言うとこちら、覚えてる方もいますかね。以前動画で紹介したチタノタの縦割りしたものですね。もともとはこのアガベが親だったんですが、これを縦に割ってこちらを取り外して、でそこから今子株をたくさん吹かせたものをこうやって育てています。今一番成長しているものでこのぐらいですね。でこの子はまだ発根管理中なんですが、こうやって2頭みたいなものも中にあったりするので、
面白いですね、小株って。親株からもこんな感じで、まだまだね、小株が取れ続けているので、春先までにまた少しずつ取ってね、小分けにして育てていこうかなと思っています。で、我が家ご覧の通り、本当にアガベ多いんですよ。チタノタケ以外にもこんなにあるので、ちょっとこちらもね、紹介していこうと思います。ホタトラムキュービック。この辺の葉っぱとかが分かりやすいと思うんですが、普通のアガベと違ってこう箱みたいな形の葉が展開するアガベですね。で、ただすごいこじらせてしまって一時期展開が止まってしまったんですよね。で、その後まあ紆余曲折あって展開は再開してくれたんですが、キューブじゃない葉っぱが展開するようになってしまっていて、バランスが悪くなってしまいました。小さかった頃はね、すごい締まっててかっこよかったんですけどね。アガベ、ドラゴントゥースです。これは妻の初アガベになります。アガベの中でも特に気に入っている種類で、欲しい欲しいと思ってたのを購入したものですね。この子は LED ライトのアマテラス直下で育ててみているんですけど、まあとにかくすっごい締まってる。かっこいいよね。うん、正直ね、本当に上手に育てられてると思う。うん、そうなの。ドラゴントゥースの特徴でもあるこう、ね、シャークスキンというかサメ肌っぽい感じもすごくよくて、また挙手がいかついのがこの子の最大の特徴だと思います。鉢はタケローポットの薫白に入れてます。オビコルヌータ、プランツバイザーコアさんの埼玉の育成所にお邪魔した時に購入させてもらったものなんですが、葉っぱの展開がとにかく早くって、一時期ちょっと開いてしまったんですけど、今結構持ち直して立ち上がってくれています。このボビコルヌータってすごい挙手がいかつくてかっこいいんですよね。もっともっと挙手が強くなると思います。鮮やかな緑と綺麗な赤、これをねちゃんとキープしつつ綺麗に育てていけたらなと思ってます。アガベのユタエンシス未生です。もう本当にね、3センチぐらいしかないんじゃないかなっていうサイズをプロトリーフさんで確か購入させてもらって、今ここまで大きくなりました。加藤園芸さんで購入させてもらったイシスメンシスの B タイプ、 B 子ちゃんって呼んでたやつですね。他のアガベに比べて白い糊が乗ったような色合いをしているのがすごく綺麗ですね。肉厚で葉も詰まっているので、これを崩さないように育てていくのが今の目標です。イシスメンシスつながりで王妃カブトガニ錦です。カブトガニの特徴でもあるこの茶色い巨子もすごく気に入ってます。で、最近斑が冴えてきてどんどん白身が増しています。これも今後どうなるかが楽しみだな。で、購入時よりもやっぱ葉っぱの展開が進んでいるので結構見応えが出てきたんじゃないかなと思います。ホリダホリダになります。これちょっと徒長させてしまったんですけど、水を枯らし気味に管理して葉っぱの長さは丹波に戻ってきてくれています。ここからね、またムチムチに戻していけるように頑張りたいと思います。ホリダのペロテンシスです。ホリダのギルベイとかホリダホリダってよく聞くんですけど、ペロテンシスっていう種類はあんまり聞かないので思わず手に取ってしまいました。今小さい SSN 鉢で育ててるんですが、シルエット的にはかなり大型のアガベに似てる感じがしますね。はい、続いてはパキポディウム、夏型開墾ですね。を紹介していこうと思います。どういう順番でいこうかな。パキポディウムグラキリスです。これはビザールプランツにはまってすぐぐらいの時に、もう本当にね、崖から飛び降りるぐらいの勇気を振り絞って買った子です。本当にこのぷっくりしてるボディにね、惚れ惚れしてしまって、色味もすごい可愛らしくって、やっぱどうしてもね、こう育ててみると撫でたくなっちゃうんですよね、不思議と。で、今は休眠には入っていないんですが、ちょっと紅葉が進んでるぐらいで、もう今室内の暖かいところで管理してしまってるので、まあ、春までは
ちょっと優しく見守りながら育てていきたいなと思っています。本当はね、休眠させて花咲かせたかったんですけどね。はい、一方こちらは未生のグラキリスですね。これも東京ボタニカルミーティング2で堀口さんから購入させてもらった子です。このままね、大きく育てて現地区みたいに太らせたいなと思ってます。同じく TBM2 でおまけでいただいたグラキリス、これ結構大きくなったんじゃないかな。で、妻初のグラキリスだったんですけど、これ毎日成長を見るのが楽しみです。今腰水管理をちょっとしてみていて、もうちょっともうしばらくは腰水で頑張ってみようと思います。レウコキサンツムです。4月のゴタンド BB で購入させていただいた子で、白い花が咲く開墾植物になってます。で、残念ながら休眠はしなかったんですけど、急成長もしないような温度管理をしています。パキポディウムブレビカウレです。先ほどの妻のレウコキサンツムと一緒に、両方ともエビスワライって言われる種類のパキポディウムですね。で、この子は割と早くて、逆に10月ぐらいにはもう休眠をしてしまって、今はもうほぼほぼ断水。まだ成長点のところ緑色が見えていたりはするので、この辺りからまた来年葉が出てくるのかなとか、ワクワクしながら毎日見守っています。パキポディウムビスピノーサム、一度剪定をした動画を出していると思うんですが、その後ね、こうしてウサギの形に新しい枝を出してくれました。ちょっと涼しくなってきてから今ね、急に動きを再開してくれたので一安心です。はい、先ほどのビスピノーサムの強剪定をした先頂の部分になります。この下の部分が剪定をしたところで、で、根元の部分は本来のビスピノーサムのような銀色になってきているんですよね。まあ、春になったらまたこの辺りで強剪定にチャレンジしてみようかなと思っています。こちらはオペルクリカリアパキプスとオペルクリカリアデカリーです。植物を始めて一番呪文みたいだなって思うのがこのオペルクリカリアっていう種類ですね。我が家で一番最初に購入したのがこのパキプスの2章です。今はね、ご覧の通りこう触ったら取れちゃうぐらい紅葉と落葉が進んでいます。はい、そのパキプスのパワータンクを挿した根差しの子になります。以前ね、芽が出たって紹介したんですけど、ここまで大きくなりました。いや、成長早い。開墾部分は今こんな感じで生い茂ってて、ちょっと先端見えないんですけど、枝分かれ2本してる感じですね。細いワイヤーを使ってちょっと盆栽みたいに誘導してみてます。東京ボタニカルミーティング2の入場特典のサスティを挿して管理してみてるんですけど、めっちゃ楽、わかりやすくてとてもいいです。こちらのデカリーの根差しです。で、これもね、動画にしているのでぜひね、お迎え当初のものと見比べてほしいなと思うんですけど、めちゃくちゃ枝伸びました。で、この子に関してはずっとお迎えをしてから室内で管理をしているので、今これ赤く見えると思うんですけど、紅葉ではなくて新芽が緑になる過程の赤さですね。もう本当に1週間に1回剪定してるぐらいでは間に合わないんじゃないかっていうぐらいすごい勢いで枝を出してくれています。開墾部分もね、かなりの勢いで膨らんできています。いや、本当に楽しいので根差し皆さん一緒にやりましょう。アデニウムのアラビカムで、これ購入当初かなり虫との戦いがあって、両方ともねかなり苦戦したんですけど、今は両方夫婦鉢、以前紹介した鉢に入れてすくすく育ってくれています。で、妻の方は1回ね、強剪定をしたらすごく太ってしまってバッキバキなんですよ。夫の方も来年は強剪定ですね。アデニアグラウカです。これ以前田辺フラワーさんにお邪魔した時に購入させていただいたちっちゃい未生の子だったんですけど、結構大きくなりました。特にね、この開墾部分がすごい膨らんできていて、この根元の部分がね、茶色くなってきてるんです。アデニアグラウカってこう下の方が白くって上の方が緑っていう、このセパレート
バイカラーみたいな感じも楽しみにしているので、こうやって成長を見れるのはすごい嬉しいですね。葉っぱも可愛らしいです。マテレアシクロフィラです。こっちの方が、6月に開催された草フリマオフラインでゆるくさんとリトマンさんのブースで購入させていただいたものです。今ね、結構早い段階で休眠に入ったっぽいです。初めての夏型の休眠なのでちょっとドキドキしてるんですけど、春また芽吹いてくれることを祈ってます。そして我が家マテレアがもう一個あるんです。葉っぱはねこんな感じでハート型、この子はまだ休眠してないので、まあそのまま普通に管理を進めています。で、特徴がこのコルク質の開根部分、この白いのもすごい綺麗なんですよね。で、こちらのマテレアは妻が購入して夫にプレゼントしたものになります。ありがとうございます。いつかね、これすごく気に入ってる開根植物なので、いつか交配できたらいいなって思ってます。チンニンギアブラータですね。おそらくこれも開根植物の一種になるのかなと思うんですが、ご覧の通り葉っぱがもう今すごいいっぱい出てるんですよね。12月に入るギリギリぐらいまで外で管理をしていたんですが、それでもね、葉に痛みが出ることもなくて、かなり順調に元気に育ってくれている子です。で、室内に入れてあったかくなったからか、こんな感じでもう今花をね咲かせてくれています。鉢は米山プランテーションさんで買ったものなんですが、確か釣り人の方がこのガンクラフトさんの鉢にサインをしたものを購入させてもらいました。結構ね、下では気に入っています。ドルステニアのハイブリッドです。夏にカクタス広瀬さんで購入をしてきた株で、夏から秋にかけて花芽もすごいたくさん、葉っぱも元気に生い茂っていたんですが、冬寒くなって葉っぱを落としてきたところから、今もう休眠をしている状態ですね。こうやってゴツゴツした質感が特徴の植物ですね。ドルステニアの中のフォエチダっていうものに形は少し似てる気はするんですが、葉っぱの形がちょっと違って、これはそれのハイブリッド、他の何かと掛け合わせたものなんじゃないかなと思っています。今は休眠中で断水をしているんですが、どのぐらいのタイミングで水をあげたらいいのかなっていうのが今ちょっと悩んでるところですね。はい、続いては未生の紹介ですね。これはドルステニア、先ほど紹介したドルステニアの未生です。自家採取した種をまいて予想以上の発芽率でこんなにぎゅうぎゅうになってしまいました。ちょっとね、この距離だと開根がよく見えないかもしれないんですが、結構順調に育ってくれてる気がします。こちらはアガベオテロイの未生です。こちらも夫婦で箸をして今競いながら育ててる状態ですね。まだ本葉が3枚ぐらいっていうところが多いんですが、巨子が出てきたりとか、もうね特徴が見え始めているので楽しいですね。根っこももうこんな感じ。ヘクチア、これはオテロイの種を購入した時におまけでつけていただいた種から出てきた子たちです。大きくなると割とディッキアに似てるのかな。すごくね、思ったより成長が早くて可愛いです。こんな感じで今我が家には未生だけで200ぐらいいるのかな。うん、でまだまだね、巻きたい種たくさんあるので、ちょっと来年の今頃怖いです。はい、続いてはサボテンの紹介です。これ全部妻所有株です。コピアポはグリセオビオラセア、今年の4月の五反田 BB で購入した子ですが、こんなに大きくなりました。で、今断水気味にしてるんですけど、それでも成長するぐらい生育旺盛な子です。横から見るとこんな感じ。もともとは黒い肌だったんですが、今すごく緑になってしまっています。この子もね、いつかね交配したいと思ってます。いい株が見つかったらお嫁さんに。エキノホスロセンパバンパです。このラジエーターカクタスって言ってね、このお菓子みたいなすごい細かいひだひだが特徴です。で、この子の成長は本当にすごくゆっくりなので、あんまり見た目に変化はないんですが、ちょっとずつトゲが
強くなってきてるかなって感じですね。ちなみに鉢は SSN さんの鉢で、全体を見てもいい仕立てができたんじゃないかなと思ってます。ネオチレニア、プルケラ、白くて長いトゲにちょっと赤みがかった黒いボディが特徴の子で、花柄がついてるんですけど、最近花を咲かせてくれました。いや、サボテンの花ってすごく綺麗ですよね。これもお気に入りの子です。マミラリア、白星かな、一般的にトゲって呼ばれてるところがこう鳥の羽みたいにこう広がっていくサボテンになります。ここもなんかすごくふわふわな感じで可愛らしいなと思って探していたものですね。で、花芽といえばなんですが、この子も花芽を出してくれてます。このツンってとんがってるやつ、これもね、まだ花を見たことないのでどんなのが咲くのか楽しみですね。でちなみに脇には小株が出ています。これももうちょい大きくなったら外して可愛がりたいなと思います。でアストロフィズムのルリカブト、このね、トゲが退化してモケモケだけが残ったっていう子でね、編み物みたいな可愛らしさがありますよね。ちょっと冬っぽくって可愛らしいです。はい、我が家の中ではまだちょっと数が少ないユーフォルビア、まずこのオベサ2つは以前ね動画で紹介した夫婦鉢、こんな感じでシルエットが重なるように作ってある 3D の自作プリント鉢ですね。これを見て何かを気づいたあなたは鋭い。で、購入当初このオスメス両方ね同じぐらいのサイズだったはずなんですが、今ねご覧の通りこんなに差が出てしまいました。両方ともね成長はしてるんですが、メスの方がこうかぼちゃみたいに広がってしまって、このあたりやっぱりオールドの方が光合成がしにくいとかあるんですかね。こちらはユーフォルビアのホリダです。以前プランツバイザコアさんのイベントにお邪魔した時に購入をさせてもらった株、こちらも先月ぐらいにちょっと花を見せてくれていました。このねホリダ特有の白肌かっこいいですよね。この株はもしかしたらあまり縦に伸びずに丸くなるかもしれないっていうことで、そのあたりも今後期待していきたいですね。続いてアロエの紹介ですね。まずはアロエのカスティロニアエ、これも草フリマオフラインでリトマンさんから購入した株、我が家のアロエ1号機です。めちゃくちゃかっこいいですよね。購入をしてからこの子を見てるうちにアロエが好きになってしまったっていうような感じですね。それまでっていわゆるこう道端に生えてるみたいな縦に伸びるアロエのイメージしかなかったんですが、こういう独特な成長の仕方をするのもあるんだなと思って、こうして結構太葉になってくれているのと赤いトゲがすごいいいですよね。緑とのコントラストもすごい気に入ってます。で、その流れで紹介したいのがこのレアンドリーです。ピンクブラッシュとカスティロニアへの交配の未生ということで購入をしました。で、今のところこんな感じで、形はピンクブラッシュとちょっと似てるかもしれないなっていう気もするんですが、トゲが綺麗なピンク色なんですよね。こうしてカスティロニアへと並べてみると結構似てる感じしますよね。この2つがね今後どういう風に似てくるのか、違う表情を出してくるのかっていうのも今後の楽しみです。お次はアロエのエリナケアです。めちゃくちゃかっこいいですよね。以前堀の内ガーデンさんにお邪魔した時に購入をした子なんですが、後にも先にもねこの子以上にかっこいい株を見たことないなって思うぐらいすごい気に入ってる子で、その白いトゲも魅力的なんだけど、その先がこうしてちょっと焦げたみたいな雰囲気になるのがまた渋いんですよ。こちらのアロエハイブリッドはちょうど花芽が終わったところをですね、結構うまく育てられてるなぁと思うんですけど、こう立ち上がっている上に結構葉っぱがむっちりしているんですよね。そしてもう一つハイブリッド、これは東京ボタニカルミーティング2でプランツバイザコアさんから購入させていただきました。これはねもうなんといってもこの赤いトゲ、外側にも中にもびっしりっていうのがもう本当にかっこよくって、この青白い肌とのコントラストも本当に気に入っています。
結構立ち上がっているのでうまく育てられてるんじゃないかなと思ってます。裏はこんな感じ。うんうん、いい感じ。アロエつながりでハウルチア行ってみたいと思います。ハウルチアオブツーサです。まあこの子は成長ゆっくりで1年前ぐらいかな購入させていただきました。この先端が透明で窓っていうんですけど本当にクリスタルみたいに綺麗な子になってます。宝草錦です。ハウルチアの錦個体って1個欲しいなと思ってたので見つけた瞬間に惚れ込んで買ってしまいました。ベヌスタって言います。モケモケしたさっき紹介した2つとちょっと違う風合いの子になります。ちょっとだけ徒長させてしまいましたが先端も綺麗に育っているのでこのまま様子を見つつ育てていきたいなと思ってます。ハウルチアのボルシーです。もう本当にね握り拳台ぐらいの大きなサイズですね。一度夏頃に花芽が上がったんですがその咲いている間にちょっとねこう開いてしまいました。今は室内管理であまり水を吸わなくなってはいるんですがちょっとねまた来年に向けて形を作っていきたいところですね。ハウルチア幻の塔です。紅葉系っていうのかな葉っぱが硬いと書く、かけチャンネルのかけるさんからプレゼントしていただいたものです。この芝生っていうのかな白と緑が交互に入っているのが特徴の子ですごく綺麗です。アリ植物です。我が家に今あるアリ植物が2つ。1つ目がこのレカノプテリスイエローチップ。これね本当に見たことないような形状じゃないですか。ちょっとね水苔が今汚くなっちゃっててお恥ずかしいんですけど、アリ植物って開墾植物と比較してもかなり独特な見た目をしているのでビザール好きの人はまず絶対好きになる植物だと思います。ヒドノピツムパプアナムって言います。これもアリ植物。スライムのような開墾部分がもう可愛くってすごくお気に入りです。またねちょっと多肉質な葉っぱっていうのも特徴でこの子は全体がとっても完成していて好きです。よく見るとこう根っこがはみ出してきてるんですよね。水苔を上からこう足しているんですけどそれでも元気に根っこが出てきています。なので、割と順調なのかなって思ってます。このアリ植物2つとも伊藤アリ植物農園さんから購入させていただいたものです。マロニエルラポストレーバージョンエステベシー。この白いワックスが特徴です。光に当たるとさらにこう陰影が出て綺麗ですよね。トゲが細かく繊細なのもこの子の可愛いとこかなと思ってます。これもマロニエルラポストレのピンクジャイアントです。やっぱりこの白系のディッキアいいですよね。こっちがウィンターズエッジ、こっちがオールスターになります。ウィンターズエッジの方はね、こう見てくれれば分かる通りすごく白くって細かい挙子が素敵な品種ですね。こちらがオールスター花らしい挙子が特徴で、これさらに成長していくと中央の方が赤くなっていくのでそちらも楽しみにしたいなと思ってます。マウンテンオブニードルズっていう種類とジョーズファヌスっていうもののハイブリッドみたいです。トゲは結構ねいかついんですよね。今たまたま花芽が上がってきました。我が家ディッキアの花芽が上がるの初めてなので楽しみだね。うん。アルブカコンコルディアナです。なんといってもねこのぐるぐるの葉っぱ可愛らしいですよね。我が家は今ここに5株入ってるんですけどまあ暴れ回ってますね。去年はあまりうまく育ててあげられなかったので今こんだけ健康的に葉っぱが育ってくれているのが嬉しいです。でまた分頭もしているので次の休眠に入った時に外して新たに育てたいなと思ってます。ブーファンのハエマンソイです。
冬型の開墾植物ケープバルブと呼ばれる植物で、鉢は尾崎フラワーパークで買った、ちょっとお名前わからないんですが、結構ね癖の強い鉢を使っています。で、多分サイズ的に未生の子なのかなと思うんですが、こうやって近くで見るとブーファン特有のね玉ねぎの皮みたいな質感も出てきていて、早くこの開墾を太らせたいなと毎日ニヤニヤしながら世話をしている子です。ちょっと徒長気味になってしまってるのか、まだ葉っぱのうねりは控えめですね。こちらはチレコドンの群卵です。こうやって地面からこう白い茎が生えてきて、でその先にこういう本当に卵みたいな形の葉っぱがつく植物ですね。これ実は開墾植物の一種らしくて、この地面の中に開墾みたいなものが埋まってるんですよね。ちゃんと動画で紹介するのは久しぶりですね。オトンナのトリプリネルビアです。このチャンネルが YouTube のコミュニティ機能で行っているコメ太郎っていう企画があるんですが、まあ、そこで毎週成長記録を報告している子ですね。で、まあ、購入をしたのは9月ぐらいだったんじゃないかなと思うんですが、もう本当にね見違えるぐらい大きくなりました。本体が見えないぐらい葉っぱを出しているこちらがオトンナのユーフォルビオイです。以前田辺フラワーさんのイベントにお邪魔した時に購入させてもらいました。この奥にちょっと開墾が見えますよね。購入をした時から葉っぱが2倍3倍ぐらい展開していて、トゲトゲしたもの、花がつくところなんですかねとかもすごい増えました。冬の日差しでもこれだけ葉っぱがあると光合成はたくさんできるのか、幹がね今見えないんですけどすごいひび割れてめちゃくちゃ太りました。この冬でどこまで成長してくれるのか楽しみです。オトンナヘレーです。わさびみたいな開墾部分が本当に大好きで、いつか欲しいなと思ってたのをこの前米山プランテーションさんで発見して購入しちゃいました。これ、ね、丸く大きく広がった葉っぱもワックスなのかな、ちょっと白っぽくなってて可愛いです。これも大きくなるといいな。ルスキアのミスズ、この質問の中でも割と珍しいと思うんですが、木立ち性というかこう上にね伸びていくタイプの植物です。で、もうものすごくね枝分かれというか葉っぱの間から葉っぱがどんどん出てくるような感じで、すごいね今詰まって育ってくれてると思うんですが、こんな感じで今盆栽風をイメージして仕立てをしています。これ買った時に本当にワンコインに近いぐらいのお値段で購入をした子だったんですが、こうやって鉢に仕立てた時にすごくねかっこよくなったんですよね。で、こちらはこの質問の PR ソニー、購入当初は花が咲いていたりもしたんですが、今は全部花が落ちたところですね。で、今室内で育てているからか結構あったかい環境にあるので、ちょっとこの辺りかさぶたっぽくなってきて、もしかしたらもう眠りにつく準備を始めちゃってるのかなっていうところで、ちょっとそこだけ心配をしている子です。でもなんだかこの和菓子みたいな見た目っていうかポコポコした感じ可愛いですね。気に入ってます。ケラリアピグマエアです。冬型の開墾植物ではやっぱり大人気ですよね。今こうして鉢は野中凛太郎さんの作家鉢に入れています。で、ケラリアピグマエアのこの灌木系のゴツゴツした幹肌とすごく相性のいい鉢で、この仕立てもねすごく気に入っています。で、ケラリアピグマエアって植物を始めて1年目からずっと欲しいなと思っていたんですが、やっぱりちょっと高い植物ではあるのでずっとね悩んでいたんですが、今年セールで売り出されている子で、しかも形がすごく綺麗じゃないですか。比較的お手頃な値段で手に入れるチャンスがあったので、思わず飛びついて勢いで買ってしまった子ですね。後悔はしてません。冬型特有のこの葉っぱの色も気に入っています。めっちゃ可愛いわ。旋回しながら広がっていくのと、先端にねトゲみたいなものがあって、アガベみたいな育ち方をするサンセベリアですね。ただ育ててみると全然水欲しがらないし、成長も遅いしで、本当にこれ大丈夫なのかなって不安になっちゃうくらいなんですけど、まあでも葉っぱは展開少しずつしていってくれているので大丈夫なのかなと思いながら世話をしています。大きくなったらどうなるんでしょうね。サンセベリアのコパトーンです。この葉っぱが珍しい色をしてますよね。
場所によってはこんな感じで赤っぽい色っていうんですかね、茶褐色みたいな色をしている葉っぱもあります。かなりこうひだひだな葉っぱで柔らかそうに見えると思うんですが、触ってみると結構ね硬い。これもサンセベリアっていうことで成長はゆっくりめな感じがするんですが、唯一無二な雰囲気があってすごく好きですね。モナデニウムエレンベッキー、タイジュっていう呼び方もするみたいです。本当にねザ・サボテンっていう感じの見た目で可愛くて買ったんですが、トゲがないのでユーフォルビアに似てますよね。一時期ぐずっていたんですが今新芽も出てきて安心しています。こんな感じで挿し木にも挑戦中。こちらもモナデニウム、ストロフェニウムという種類です。ピーナッツみたいな開根が特徴的ですね。そのピーナッツみたいなところからひょろっと長い茎が出て、その先に多肉質の葉っぱがついていてとてもプルプル震えて可愛らしいです。で、すでにちょっと見えると思うんですが、この葉っぱ裏側がこうして赤いんですよね。繊細さと派手さを両方持っているような感じがして、なかなか目が離せなくなってしまう植物です。テロペギアボッセリ、以前動画を出したりして、まあ、このね植物気に入りましたっていうコメントをいただけることも多くって、個人的にもすごくお気に入りの植物。秋頃に一度花をね一斉に咲かせてくれていたんですが、その姿も珍奇植物っていう感じの、かなり見たことがないような花の形でしたね。セロペギアシモネアエ、こちらもまた竜のような見た目なんですが、ボッセリと比べて結構明るい緑って感じの子になりますね。この子もかなり新人で成長が楽しみです。先端はこんな感じ。一回ね成長点潰れたかなと思ったんですけど、そのまま生えてきてくれました。で、まだビニールポットに植えている状態なので、春先に可愛い鉢に植え替えてあげたいなと思います。こちらはセダムの小松緑です。触るとプルプルって震えるのが可愛い多肉植物なんですが、シルエットが松みたいですよね。名前も本当に小松緑っていう名前で、まさしくっていう感じだなと思います。で、購入した時は夏型かなと思って育てていたんですが、夏の暑い時期に葉っぱをほとんど落としてしまったことがあって、で、育てるのがうまくいかないなと思って苦手意識をねちょっと持っていたんですが、秋冬涼しくなってきてからこんな感じで勢いを取り戻してくれて、今一安心しています。かわいいですね。レデボーリアソシアリスですね。これは開根というか球根に入るんですかね。こんな感じで以前かけチャンネルのかけるさんからいただいた株で、今年の1月末頃に株分けをされた株みたいですね。近くで見てもらうと、こうやって球根がたくさん分球をして増えていくような植物で、我が家に来てからもねすごい勢いで、本当に1月に1個以上ぐらいどんどん分球して数を増やしてくれています。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごかったね。大変だったね。大変だった、まあ、ということで、僕ら夫婦が育てている300株以上の植物を一挙にご覧いただきました。今ねこの映像を撮ってる時点では何分の動画になっているかわからないんですが、ちょっと編集作業が怖いね。趣味家にとって植物にハマってから2回目、 YouTube を始めてから初めての年末年始になります。で、去年の今頃を思い返すと、 YouTube をね見ている1人、あ2人かだったところから始まって、この1年、本当にね信じられないくらいたくさんの経験をすることができました。ノウハウを発信できるようなわけでもなくて、ただ植物を楽しむ様子を垂れ流しているこのね、趣味家っていうチャンネルがここまで来ることができたのは、本当に普段からコメントをくれる方、いいねを押してくれる方、園芸店でこう声をかけたりしてくれる方、本当に皆さんのおかげだなと思っています。これからも夫婦で植物を楽しむ様子をお届けできたらなと思ってるので、ぜひ私たちとね、うん、一緒に楽しむ気持ちで見ていただけたらと思います。はい、この動画で初めて趣味家を知ったよっていう方とか、まだ登録してないよっていう方は、この機会にぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今年も、そして今日は本当に長いことご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、良いお年を。また次の動画でお会いしましょう。
じゃあ。